内藤新宿の復元模型。画像奥が東で、四谷大木土に至る。手前の分岐点が、新宿をいわけ。内藤新宿は、江戸時代に設けられた宿場の一つ。甲州街道に存在した宿場のうち、江戸日本橋から数えて、最初の宿場であり、宿場内の新宿をいわけから、甲州街道と分岐している、成木街道の起点でもあった。現在の住所では、 東京都新宿区新宿1丁目から新宿2丁目、3丁目の一帯にあたる。東海道の品川塾、中仙道の板橋塾、日光街道の仙住塾と並んで、江戸四宿と呼ばれた。地名から四谷新宿と呼ばれることもある。慶長9年、江戸幕府により、日本橋が五街道の起点として定められ、各街道で一里ごとに一律化を設けたほか、街道沿いに、 宿場が整備された。甲州街道最初の宿場は、慶長7年に設けられていた高井戸宿であったが、日本橋から約4里と遠く離れ、徒歩を主な手段とする当時の交通には不便であった。東海道の品川宿、中仙道の板橋宿、日光街道の仙住宿は、いずれも日本橋から約2里の距離にあり、五街道のうちで甲州街道のみが、 江戸近郊に宿場を持たなかった。このため、日本橋高井戸宿間での公用通行に対して、人馬の提供を行う必要があった、日本橋天馬町と高井戸軸は、負担が大きかったとされる。幕府成立より、約100年、江戸の発展に伴い、甲州街道の通行量も増加を続けていた。元1 0年、幕府に対し戦争安倍川町の名主であった。 高松貴平など5名の浅草商人が、甲州街道の日本橋高井戸宿館に、新しい宿場を開設したいと願い出る。請願を受けた幕府では、大館、細井久左衛門や、館上奉行、小木原重秀などが審査に当たった。翌年6月、幕府は5600両の上納を条件に、宿場の開設を強化。日本橋から2里弱の距離で、大梅街道との分岐点付近に、 宿場が設けられることとなった。宿場予定地には、品濃国高等藩、内藤や中屋敷の一部や旗本の屋敷などが存在したが、これらの土地を幕府に返上させて、宿場用地とした。高松九平らは新たに5名の商人を加えて、宿場の整備に乗り出し、この10名は、元締十人衆、内藤新宿五殿馬町年寄りなどと呼ばれた。 元締め十人衆の手で街道の拡幅や周辺の整地が行われ、元禄十二年に内藤新宿が開設された。宿場である内藤新宿は以前よりこの付近にあった内藤宿に由来する。内藤新宿への助号は開設当初どの村が受けようのか明確でなかったが、後に角はず村など周辺二十四箇所と定められた。なお、 浅草商人が莫大な金額を上納してまで宿場解説を願い出た理由としては、この地を新たな繁華街、行楽地として開発し、商売によって利益を上げる計画だったとする説が有力である。新宿御苑北側を流れる玉川上水、内藤新宿は玉川上水の水番所があった四谷大北斗から新宿追分けまでの東西約 1km に広がり、西から 上町、中町、下町に分けられていた。宿場解説に尽力した高松木平は、記録と名を改め内藤新宿の名主となり、以後高松家当主は代々記録を名乗り名主を務めた。解説当初は、この高松家が本人を経営していたが、後に本人が存在しない時期もあるなど、火災による消失や宿場の廃止、再開による混乱もあり、本人や、 脇本人に関しては、一定していない。宿場内では、次第に、旗小屋や茶屋が増え、丘場所としても賑わっていった。宿場に遊女を置くことは認められていなかったが、客に休仕をするという名目で、いい森女、茶屋女として置かれていた。教法3年には、宿場内に、旗小屋が52件という記録が残っている。吉原が、しばしば奉行所に提出していた。 有助商売取り締まり願いの対象にもなり、これが宿場廃止となった原因の一つという。また、元禄十五年二月と聖徳六年正月には火災で大きな被害を出している。教法三年十月、内藤新宿は幕府によって廃止される。宿場開設より二十年足らずでの決定であった。このため、高井戸塾が再び甲州街道最初の宿場となった。 廃止により、旗小屋の2階部分を撤去することが命じられ、宿場としての機能は失われた。町そのものは存続したが、賑わいが消え人口も減少していくことになる。幕府が表向きに廃止の理由として挙げたのは、公衆街道は、旅人が少なく、新しい宿でもあるため不要、というものだった。しかし、この時期は八大将軍。 徳川吉宗による教法の改革の最中であった。同じ10月に、江戸十里以内では旗小屋1軒につきいい森女は2人、までとする法令が出されていることもあり、宿場としてより、丘場所としてにぎわっていた内藤新宿は、その改革に伴う風紀取り締まりの一環として、廃止されたと考えられている。教法8年7月、高松記録など4名が道中部業所に、 宿場の再開を願い出る。宿場廃止に伴う町人の急防や、高井戸塾、天馬町の負担増を理由とし、再開の際には1100両を上納するとの内容だったが、再開は認められなかった。教法20年には、逆に、幕府側である南町奉行所から、日本橋の天馬町に対し、内藤新宿再開の検討をするようにとの指示が出る。やはり、 高井戸塾では遠すぎて問題が多かった。しかし実際に天馬町が提出した再開願いは、原文2年に吉宗の小川御用取り次であった、加納久道により却下されてしまう。続いて、内藤新宿の西にあたる角津の村に宿場を新設する案が出る。官方から明和年間にかけて、数度にわたり、解説願いが出されるが、いずれも認められることはなかった。 これらの宿場再開、新設願いが却下され続けた理由は、廃止の際と同じく風紀上の問題が懸念されたためという。明和9年4月、内藤新宿が再開される。五十数年ぶりの再開であり、明和の立ち返り駅と呼ばれた。これまで却下され続けた再開が認められた背景には、品川塾、板橋塾、千住塾の財政悪化があった。 各街道で公用の通行量が増加し、宿場の義務である人場の提供が大きな負担となっていたのである。幕府は、宿場の急防に対し、風紀面での規制緩和と、宿場を補佐する助豪村の増加で対応することになる。幕府は、明和元年に、それまで、旗小屋一軒につきいい森城は二人までとされていた、規制を緩め、宿場全体で上限を決める形式に変更。 品川塾は500人、板橋塾、千住塾は150人までと定められ、結果として、いいもりの大幅な増員が認められた。これにより、各宿場の財政は好転し、同時に、内藤新宿再開の障害も消滅した。また、従大将軍、徳川家治の知性に移り、消費拡大政策を推進する、田沼をきつぐが幕府内で実権を握りつつあったことも、 再開に至る背景にあるとする説もある。それでも宿場が再開されるまでには歳月を要し、最終的には高松記録の西岸で許可が降りている。再開に際して、いい森所は、宿場全体で150人までとする、年貢とは別に毎年155両を上納する、女合村は33箇所とする、などの条件が定められた。宿場の再開により町は賑わいを取り戻し、 文化5年には、旗小屋が50軒、引き手茶屋80軒との記録が残る。江戸四宿の中でも品川宿に次ぐ賑わいを見せ、その繁栄は、明治維新まで続いた。現在では、内藤新宿という地名は残っていないが、新宿の名は、この内藤新宿に由来するものである。旗元、内藤新五左門の弟に、第八という者がいた。大八は、 内藤新宿の旗小屋へ遊びに出かけて、いい森女ともめ、下男により袋叩きにされるという集大をさらしてしまう。これを知った兄の新しいご在門は、第八を切腹させて、大目付のもとへ、弟の首を届け、自らの治療と引き換えに、武士を侮辱した宿場の廃止を要求したという話がある。内藤新宿廃止の原因として伝えられた事件だが、この事件が、 本当に起こったものなのかは不明である。甲州街道の内藤新宿では次第に旗小屋や茶屋が増え、丘場所としても賑わった。宿場に遊女を置くことは認められていなかったが、客に給仕をするという名目で、いい森女、茶屋女として置かれていた。教法3年には宿場内に旗小屋が52件という記録が残っている。しかし、吉原が、 しばしば奉行所に提出していた、有助商売取り締り願いの対象地になり、これが、宿場廃止の原因の一つになったという。したがって、教法3年10月に、内藤新宿は幕府によって廃止された。その後、明和元年に、幕府はそれまで、旗小屋一軒につきい盛森上は二人までとされていた、規制を緩め、宿場全体で上限を決める形式に変更。 品川塾は500人、板橋塾、千住塾は150人までと定められ、結果として、いい森所の大幅な増員が認められた。ところで、内藤新塾は、明和9年高松記録の請願によって、再開の許可が下りた。また、再開に際して、内藤新塾のいい森所は、板橋塾、千住塾と、同じく宿場全体で150人までと定められた。 歌川広重、名所江戸百景より、四谷内藤新宿内藤新宿の繁栄は、芸術や文学の世界にも残されている。以下は代表的なものである。江戸内藤新宿高井戸塾。ありがとうございます。